起こしてよね Wake me, wake me, wake me up iPhone じゃ起きないよ Wake me, wake me, wake me up 君から起こされたいのに。おはようございます。あ、初めまして、カナダです。お願いします。いや、スウェッタ君だ。いや、カナダさんだ。まあ、ジョスさんちょっと今日そうなんですよね。1時間ぐらい来ない方がもろかった。ちゃんとちゃんときっちり来ました。きっちりかどうか分かりませんけど、ありがとうございます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。楽しいって遅刻かくてパンかじってる。でもさ、急いだって遅刻だったら家で食べてか。逆に YouTube 見てから行こうかな。ごめんなさい。遅刻の神をちょっとやってもらいたい。はいはいはい、もちろん。僕やっぱカナダさん、うん、イメージ結構遅刻あって。まあまあまあ、遅刻の神、神をちょっとやっていただきたいと思って。全ての遅刻は、うん、そのカナダさんのせいっていう。いや、これは責任重大だな。その社会、世の中の社会においてさ。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。剥がされたい Wake me, wake me, wake me up ごつんこおでこでもり Wake me, wake me, wake me up 君から怒られたいのに。我は遅刻の神なら君たちに夢の世界の永住権を与えよう。現実は辛いだろう。そうなんですよ。機械が働いてるのに。いや、まさか寝坊チャーハン関係性はないのところの、うん、チャーハン部分がやっぱり、うん、そこ出てくるのがやっぱカナダさんすごいなって思って。俺ごぼうってしてたんですよね最初。ごぼうだとちょっと関係性がちょっとあるかも。まあないんだけどね。ないけど寝坊とごぼうはね、チャーハンっていう、もうね、全く関係ないと思う。マジで関係ないのかね。永遠に出続けると思う。ずっと何も考えてない。そのコッペパンやっててくれたことを一緒にこう今なんなら俺は乗っからしていただいてちょっとこうやってる感じは素敵だなと思いますけどね。布団を剥がされたい Wake me, wake me, wake me up ごつんこ。でも今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にも各にも今後ともよろしくお願いします。お願いします。ということで、おつんこ。